皆さんこんにちは、金子秀樹です。松下です。大津です。今日はですね、プレーの中で必要なフットワークについて取り組んでいきたいと思います。フットワーク、レッスンの中ではどのようにして伝えますか？まあ、もちろん走ったり、そのテニスってストップ、エンゴーがあるんで、まあ、それをなかなか普段の生活にはないと思うんで、どのようにしてこの技術だけじゃなくフットワークっていうのを伝えていってます？まず動ける状態を作らないといけないので、少し足を広げて腰を落として待っといてくださいっていうところから入ります。そうなんですね。始めたての方っていうのはやはりそういうところもまあ分からない、まあ普段の生活でないですもんね。結構棒立ちに。ああ、そうか、そういうイメージがありますね。育成ではどうですか、フットワーク？もう基本、スプリットステップとかを踏めるのは当たり前と考えて、逆に走った時にどうやって止まるか、しっかり次の体勢に入れる止まり方をできるかどうかっていうのも技術だと思うので、そちらを中心に教えています。今日はですね、もう基本的な動きについて取り組んでいきます。基本的な動きというのは、では一つ目はスプリットステップ、そして皆さんウォームアップの時にやるサイドステップ、そしてクロスオーバーですね。これもフットワークの技術なので、どういうところで使うか、反対にどういうところで使わないといけないのかっていうのも含めながらいきたいと思います。では行きましょう。よろしくお願いします。はい、テニスキャンプのお知らせです。年末年始にですね、そのジュニアのキャンプをやるんですが、意外とですね、この YouTube ですね、シニアのこの方にもですね、見ていただいていることで、そういう方たちからですね、結構申し込みがあるんですよね。ですので、全てではないんですが、枠を決めてですね、申し込みを、したいと思います。もう何人か申し込みをいただいてて、来る予定ですので、もしですね、興味のある方はぜひですね、一度ご連絡をお待ちしてます。まあ、テニスのですね、やはりいいところで、もう、いろんな年齢層がね、できるっていうのはすごいテニスの特徴だと思います。ではですね、バンコクでお待ちしております。はい、フットワークですね、これは僕もすごい力を入れた部分でもあります。アジリティやクイックネスですね、そういうのもすごいプレーの中では重要なんですが、今日はですね、もう少し基本的なところのフットワークでいきたいと思います。スプリットステップ、サイドステップ、そして、まあ、キャリオカ、クロスオーバーですね、をどういうところで使うのか、ではそうすることによってどのようになるのか、まあ、滑らかな動きになりますよね。無駄な動きもなくなって、反応もしやすくなる。難しい体の使い方でなくなるので、ミスも減ります。フットワークというのは動きを速くするだけではなく、体力の消耗や動き、素早さ、そして精度にも関わってくるので、ぜひですね、こちらフットワークもですね、皆さんのプレーの中で入れていただければ嬉しく思います。ではですね、3つフットワークをいきたいと思うんですが、まずはですね、基本的なこのスプリットステップに入りたいと思います。これもですね、フォアハンドの準備、テイクバック、フォローすると同じぐらいですね、このスプリットステップというのは始めたての方でもとても重要なフットワークです。このスプリットステップでリズムも取ることができるので、必ず入れるようにしてください。よくですね、このコーチとかでも多いんですけど、この歩いて余裕あるふりしてスプリットステップ踏まないでミスしてしまうというコーチもいるんで、まあ、そういうのはまあ置いといて、ではですね、スプリットステップ、まず反応できるようになるんで、このようにして反応するためにスプリットステップを入れてください。これどういうふうにしてやるのか、あまりジャンプをイメージをしないようにしてください。ジャンプではなく、おへそを落とすというイメージを持ってください。軽やかにおへそを落とす、まあ、少しジャンプしてるのかな、でもあまりこのようにしてジャンプはしないようにしてください。無駄なエネルギーを極力使わないように、パッと入れるように。で、その前に大切なのはリズムですね。パンパンパン
パンパンパンっていう風に自分で、まあ、どんなリズムでもいいのでリズムよくスプリットステップを踏むようにしてください。実際に打つときどのようになるか、タッパッパッ、このようにしてリズムをよく出るようにしてください。あとスプリットステップについて必ずですね、横に足を出すだけではなく、例えば相手が打ってくるとき、要はディフェンス体勢に入るときですね、はですね、前に少しスプリットステップして後ろに行きやすくします。反対に、あ、チャンスボールが来そうだなと思ったらスプリットステップを後ろにやって加速をつけられるようにします。なので後ろに行きやすいか前に行きやすいか、このスプリットステップによって変わってくるので、相手を見ながらですね、このスプリットステップを踏むようにしてください。リズムのあるスプリットステップですねに取り組んでいきたいと思います。球出しなので、コーチの球出しがボールがラケットについた時に着地できるように計算をしてスプリットステップをしてみます。当たった時にスプリットステップができるようにしてください。はい、ではバックします。当たった時にスプリットステップができるようにします。当たった時にスプリットステップをするようにします。当たった時に、これぐらいの球出しの時は別にスプリットステップをしなくても打てちゃうんですよね。だからといってこのようにして歩いて打つと練習ならないですよね。そうならないようにこういうゆっくりな動作の時も正しいフットワークを使えるようにしてください。ここではですね、ではスプリットステップをした時に同時に肩を顎の下に入れてみましょう。このようにしていきます。動きのある中でやってるので必ずしもその場でスプリットステップをしなくても構いません。動きのある中でやってるのでこっち側に行って戻りながらスプリットステップをしてもらって構いません。必ず止まってそこでやる必要はありません。はい、では続いてですね、サイドステップですね。サイドステップは打った後このようにして戻ります。打った後よくこうやって歩いてるコーチとかもいるんですが、そうならないようにしてください。打った後必ずサイドステップ、サイドステップを使えるようにすることですね。そしてですね、このサイドステップはサイドだけ使うのではなく前後にも使うようにしてください。これすごい重要な技術です。どうしてもですね、前にボール来た時はどうしてもですね、正面を向いて前に走って横向いて打つということをやってる人もいるんですが、これはですね、とても難しいことをしています。正面向いて横向いて打つではなく、もう最初からですね、横向いて入ってしまいます。じゃあその時どういうふうに走るのか、それはサイドステップで入って打つようにしてください。深いボールもサイドステップで下がって打てるようにします。もちろんですね、ドロップショットや距離がある時は前に向いて走るんですが、その時はその体に合った打ち方を選択するようにしてください。それでサイドステップというのは打って打ってそれで終わりではなく、あ、浅い球、はい、チャンスボール、あ、深い球、相手のトゥーザバックハンドというふうに使うようにします。今ですね、このスプリットステップの時にも少し使ってるんですが、ここではもう少し距離を取ってサイドステップを使えるようにしていきたいと思います。はい、
まずボールを追うときはちゃんと走ります。そして戻るときにサイドステップでいけるようにしてください。ここからサイドステップでいきます。打ったらサイドステップ、打ったらサイドステップ、打ったらサイドステップで、打ったらサイドステップ、サイドステップ、サイドステップ、大きく小さくちょこ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 ならないようにしてください。できるだけ大きく入る。たら、たら、はい、3つ目ですね。3つ目はクロスオーバーですね。クロスオーバー、キャリオカをやるときにこのクロスオーバーっていうのを使うんですが、サイドステップ今やったんですが、その時にですねスピードをつけたいとき、蹴っていけるようにしてください。打って一回クロスオーバーを入れます。一回クロスオーバーを入れることによって、よりこのコートの中で早く使うことができます。このクロスオーバーですね、すごいイメージがあるのは、伊達選手なんかもすごいそういう静止画が残ってますよね。このようにして、あれも自然とできちゃってるのではなく、やはりちゃんとトレーニングをして使えるようにしています。打ったら蹴る、そして寄せる、この力は必要ですね。この筋力を意識的に使うようにしてみてください。ほっほっ、これも体を使う動きの中でのテクニックになります。先ほどのサイドステップでもちろんコートの中で動きが速くなっていってるんですが、よりスムースな動きをしていくために、打ち終わったら一歩目をクロスさせて次の動作に入ります。打ったらクロス、ここの動きは速く、はい、ではですね、今日はですねフットワークについて取り組みました。フットワークと言ってもとても基本的なですね3つのフットワーク、まずはスプリットステップ、そしてサイドステップ、次が最後がですね3つ目はこのクロスオーバーを入れて、より滑らかスムースな動き、あまりですねこのアップダウンしない滑らかな動きになる、そのようなフットワークになるようにフットワークの基本ですね3つ取り組むようにしました。このフットワークもですねやはり技術なので、練習の中で取り組むことがとても大切です。練習の中で歩いて打ってしまって、試合でいきなり走ることできませんよね。ポジション、ボールとの距離、そして素早い動き、もちろん走るスピードも大切なんですが、それだけじゃないですね。スプリットステップ、サイドステップ、クロスオーバー、そしてプラス予測も必要になってきます。その中ですね、もう基礎中の基礎のフットワークを今日はですね取り組んでいきました。もしこの動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録、SNS のシェアもよろしくお願いいたします。オンライングループもやっておりますので、そちらの方もご登録ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。